マスクとアルコール消毒液について転売を禁止する規制が今日解除されました新型コロナウイルスの感染拡大の影響で品薄になったためマスクは3月からアルコールを使った消毒液や除菌シートなどは5月から購入した価格より高値で転売することが法律で禁止されましたしかしその後供給が増加し マスクについては1枚5円まで値下がりするなど、シナウスが解消されたため、今日規制が解除されました。政府は、また高額な転売が横行し、購入が困難になった場合は再び規制することも検討するとしています。一方、メルカリやヤフオクなどのオークションサイトでは、引き続きマスクと消毒製品の出品を禁止する方針です。